ヨハネもいる、聖母子像、マリア像とは、キリスト教美術において、イエスキリストの母、マリアを描く図像。大きく、単独のマリア像と、マリアの生涯を描く図像に対別できる。マリア像では描かれる人物は、マリア単独のことも、その子、イエスキリストと共に描かれることもある。その他マリアは、様々な人物、事物と共に描かれ、その図像の種類は多岐にわたる。 いわゆるマドンナ、聖母子像は、マリア像の一種で、マリアとイエス・キリストを描く図像。聖母子像といった際、どの時期、年齢のマリアとイエスを描くかにより、特別の図像名が付けられることもある。例えば、呪文における、イエス・キリストの亡骸を抱く聖母、マリアは、ピエタと呼ばれることが多い。図像学の標準的な図像分類アイコンクラス、における、マリア像の分類や、 スペインのトロンズによるマリアに特化した分類などを参考に分類する。信仰の表現祈る祈る、仕草のマリアをここに分類。信仰を最も端的に表す図像と言えよう。アイコンクラス分類は11回231マリア、立像、オランスと対応。希望の表現、王座に座る、ミコイエスを膝に乗せ王座に座るマリアをここに分類。マリアは、 自分の幼子を抱く、喜ばしげな母ではなく、ロゴスであるイエスを膝に乗せた、上智の座るところとして、尊厳な様子で描かれる。この図像が、上智のザシート・オブ・ウィズダム、尊厳の名前で呼ばれるゆえんである。なぜ、希望と対応づけたかは解任と希望が、欧州語では、同一語のことが多く、イエスの座すところとしてのマリアをイメージさせるから、 希望をイメージさせる色は緑。また、編集の一つ、伝園の中のマリアはドイツ語で、緑の中のマリアとも呼ばれる。アイコンクラス分類は11回24マリア、座像。11回243マリア、座像、マリアと一角獣。11回244マリア、座像、王座に座す。上愛の表現、細部、上愛のマリアは、 マリアの神の母としての尊厳よりも巫女への愛情や二人の親密さを強調する図像で授乳するマリアや頬を寄せ合う図像など。また、マリアとイエスの情愛を示す様々な事物が登場。アイコンクラス分類は11回1マリアの象徴とヨガタ。11回7特定の部分、マドンナの表現。11回74特定の部分、マドンナの表現。 その他の特定の部分。11回741特定の部分、マドンナの表現。その他の特定の部分、幼児としての洗礼者、ヨハネ。いわゆるマドンナ、聖母子像はこのグループが多い。喜びを感想する祈りを、内面の祈りと、外に現れた祈りの活動を、成果に2分。キリスト教の修道会などを感想と活動に、対別するのに対応。 内面の祈りは、喜びと悲しみに区分。アイコンクラス分類は11回242マリア、座像、喜びのマリア悲しみを感想するマリアの悲しみの、最たるものは、ミコ、イエスの受南、十字架形での死。こうした悲しみの場にいるマリアや、それから派生した図像を分類。ただし、喜びと、悲しみは春別されるとは限らず、喜びと、混合したような図像もある。 アイコンクラス分類は11回25マリア、マーテルドロロサ悲しみの聖母。11回251マリア、マーテルドロロサ泣くマリア。11回252マリア、マーテルドロロサ剣で貫かれる。11回253マリア、マーテルドロロサジュナン具を伴う。11回241マリア、座像、悲しみのマリア。 活動的祈り内面の祈りに対して、外に現れた祈りは、具体的に描かれる。祈る仕草以外にも、祈りとその成果を示す図像があり、多くのマリア像が含まれる。祈りの道具であるロザリオを含む図像、人々の祈りを叶えるため、守護する、マントで人々をかくまう図像、人々の祈りを神に仲介する、鳥なしの図像に3区分。 鳥なしに王子人々の守護聖人となっている、マリア像は、その強力さ、尊厳が、王座に座すマリアに近いものがある。アイコンクラス分類は11回63マドンナ、他の人物が伴うか周囲にいる、幼児イエスがいないこともある、団体の守護聖人として。王座の左右と内部の変化を王座に座すマリアの左右には、最初マギーや、天使、 ついで様々な聖人たちが描かれる。最初は王座と周囲を仕切る境界、枠が明確。ついで中央の聖母子と左右の聖人との間で枠上の仕切りがなくなり、両者が意味上も同一空間内に置かれるという変化が起こる。こうした聖人が聖母子と同列に描かれている図像タイプを正解はと呼ぶ。両者が 精神的に会話を交わしているように感じられるからである。祭壇画の主要形式であり続けたのは依頼主と関係の深い聖人を排するのに都合の良い形式であったからである。もう一つ、王座自体というより王座としてのマリア自体の変化がある。開くマリア像は観音開きに内部が開く彫像で土俗的な印象が強い。解任時期のマリアを描く図像では、 ミコイエスが体内に描かれるがそれとはまた違う図像である。マリア内部に生物や神が含まれるとその姿はヒキリスト教の女神像に似てくる。そこで黒い聖母というヒキリスト教的要素の強い図像もこの回区分に分類した。アイコンクラス分類は11回6マドンナ、他の人物が伴うか周囲にいる。11回6にマドンナ、 他の人物が伴うか周囲にいる特別の図像タイプ。11回621マドンナ。他の人物がいる天の女王、天使の女王、マエスタそれぞれ別タイプ。王座の上への変化、王座の聖母子で王座が地面よりかなり高い位置にある場合は雲の上の聖母子に近い構図となる。ラファエロのフォリーニョの聖母はさらに高く、 空中に出現した聖母子を描いており、目白録の女の天空の出現を彷彿とさせる。ついで地上をはるか離れ、天井に達したマリアは、浮遊感もなく、別の図像タイプとなる。アイコンクラス分類は11回後マドンナ、空中、または、雲中。王座の下への変化上への変化が、天井、心的なものへの接近とすればこちらは、人間的要素の強調。 王座に座り授乳するマリアはかなり早くから美術に登場。王座を離れ、地面に座すマリアは、献上というキリスト教の徳を表現。その地面には、花が咲き、草が柔らかなクッションとなることも。閉じたその、庭全体も、マリアの象徴。地面に座って授乳するという両者混合の図像もある。アイコンクラス分類は11回43マドンナ。 マリアは地面に座す、幼児イエスは彼女の膝の上に。マリアとイエスの周囲の事物、尊厳より、情愛を強調する図像では細部に様々な要素が描かれる。ただし、マリアとイエス以外のそれらは必ずしも情愛を意味するものではない。図像学的に見れば象徴、アトリビュート、ヨガタなどに区別される。アイコンクラス分類は11回11マリアの象徴。 11回111マリアの象徴、伝統から。11回112ロレトの伝統の象徴を伴う、マリア、またはマドンナ。11回15マリアのヨガタ。イエスマリア像においてイエスは、最重要な、マリアのアトリビュートと言える。イエスを、マリア以下にみなすということではなく図像ごとに、相対的な重要度。アイコンクラス分類は 11F4 マドンナ。 11F71 特定の部分、マドンナの表現、幼児、イエスの部分。マリア本人マリアその人の分類。周囲との関係、復職次に周囲とイエスとの関係含まない、マリア本人の様子、そしてマリア像自体と周囲の関係。その図像が、どういう場所、文脈にあり、どういう人に、どう解釈されるかという相対的な分類。 アイコンクラス分類は11階2マリア11階26マリア、その他の方11階3マリア、他の人物伴う喜ばしい存在マリアマリアの存在そのものが喜ばしいと考えられてきた。マリアの起源を示す図像は、他の女性像からの流用、対比や同一視から次第にマリア独自の図像へと発展。 他の女性像はマリアに似ているため、マリアでないかどうか曖昧な場合もある。無限在の親鳥のマリア像マリアは、人類の現在を追うことなく母、アンナの体内に、宿り、清らかで、無限在であるとする、無限在の親鳥のマリア像が登場する。この区分には、マリアの両親や祖先が誰であったかを示す、系図に関する図像も含まれる。 アイコンクラス分類は 11F23 にマリア、立像、イマキュラータ、ピュリッシマ。生涯で最も喜ばしい時期、マリアの生涯で最も喜ばしい時期、後端はクリスマスの主要テーマである。なお、マリアの喜びを総括した図像はロザリを、喜びに分類される。受難以前の悲しみ悲しみを、受難を中心に3体別した場合の前史に当たる。 幼児 S を抱いた、マリア像と、ピエタとは全く別の意味に思えるが、通常の、聖母子像は情愛に満ちた母と、幼児、ピエタは悲しみに満ちた母と子という区別は、必ずしも、正しくない。聖母子像でも、幼児 S が眠っていたり、十字架を持っている場合は、将来の受難を暗示し、悲しみが示されている。またドウは受難の象徴でもあり、 情愛を示す、果物類と若干異なる。受難そのものの悲しみ、イエスの受難は十字架形を中心に、マリアの悲しみを示す。受難の連作としてビアドロロサがある。受難以後の悲しみ、栄光受難以後のマリアの生涯は悲しみに満ちたもので、あったと想像される。しかしこの時期のマリアを描く図像は少なく、マリアの生涯の最後の出来事、 マリアの死、マリアの飛翔点について聖書に記述はない。またマリアは、死んだという明確な教義はカトリックにはない。ただし、最後の出来事飛翔点は、悲しみというより、地上から天国へと至る、喜び、より正確には、栄光を示すとされる。栄光という分類は意味は喜びに近いが、マリアの生涯の最後との関連で生じた、図像なのでここに分類した。 アイコンクラス分類は 11F264 マリア、修道場として、孤独の聖母。ロザリオなどの祈りの道具ロザリオは樹頭に似た祈りの、用具でこれを用いた祈りも、ロザリオと呼ばれる。その起源は、ドミニコ修道会の創始者ドミニクスがマリアから、ロザリオを授かったこととする伝説を15世紀の、道会の修道士アラムス・ドルーペが広めている。ロザリオの祈りでは、 父なる神よの他に、アベマリアが何度も唱えられる。ロザリオという単語は、バラ園から派生しているが、神秘のバラといえばマリアその人への損傷である。さらにロザリオの一個一個は、花は、様式化されたバラである。用具としてのロザリオは5つの村地から構成され、隠れんに対応して、イエスの生涯から十五の出来事を原義として、瞑想するのが、ロザリオの祈りである。 祈りの道具は他にスカプラリオなどがあり関連したマリア像もある。アイコンクラス分類は 11F623 マドンナ、他の人物が伴うか周囲にいるロザリオの聖母。守護のマントマリアが腕のマントを広げてその下に様々な人々を守護している図像である。こうした図像は守護のマントのマリア、慈愛のマリアと呼ばれるマリアの慈愛。 守護への信頼を示す図像である。服飾の特徴が図像名称となっているタイプである。この守護のマントは他者をかくまう機能を果たしている。守護のマントの下にかくまわれる人は、個人や特定修道会から人類の全階層へ広がっていく。アイコンクラス分類は 11F6 二四マドンナ、他の人物が伴うか周囲にいる、慈悲の聖母。 守護のマントの聖母。祈りを取りなすマリア祈りの分類の最後は、人々の祈りを神に取りなす存在としてのマリアを描く、取りなしのマリア像。どういう状況での祈りか重要度の順に3区分。最後の審判にいて、次に、煉獄や臨終にいて、そして最悪や、日常の守護。日常の守護とはパトロン。 何でも叶えて欲しい存在としてのマリアで全てのマリア像にこの側面があるかもしれない。アイコンクラス分類は 11F31 マリア、他の人物伴う、取りなす、自ぶさせることも。11F32 マリア、他の人物伴う、マリアを礼拝したり、助けを懇願する人のいる。 王座と周囲の隔離が強い王座と周囲の空間は、文字通り枠や人物で区切られるなど隔離が強い。周囲に描かれる人物も最初は、個性、区別がないか少ない。図像としては後端の一場面、マギーの礼拝図として早くから描かれていた。しかし独立した図像として成立するのは5世紀以降で、431年のエフェソ公会議における、 神の母としてのマリアの競技成立の影響が大きい。構図が復元可能な最古のものは五世紀中頃のローマのカプアベテーレ教会にあった。聖母子の左右に装飾的なブドウのツタを配しただけの簡潔な構図である。王座と周囲の人々の交流ついで王座に座す聖、母子と周囲の人物は様々な交流を示すようになる。また聖人たちも、 個性を示し、左右どちらかに位置するかの関連も現れる。両ヨハネを左右に配する場合、聖女の場合、イエスとの象徴的婚約の場面も描かれるようになる。また聖人だけでなく一般人も描かれるようになる。内部が開くマリア左右の変化に対して、王座自体、というより、王座としてのマリアの変化がある。マリア像の内部が開き、 様々な図像が含まれている。容器としての機能という点では、生物容器も同様。開きはしないが、生物容器としてのマリア像、生物容器に描かれたマリア像もここに分類。また、黒い聖母という土属的な図像も、ヒキリスト教の女神像に似ることからここに分類。王座は、地上で高くなる王座はその尊厳を増すかのように、地面より、 かなり高く置かれることもある。また特別の例として、下にもう一つの王座を加えた図像もある。下に、ソロモンの王座がある図像で王座に座るマリア像の一種。ロマネスクからゴシックへの過渡期を代表する。ソロモンは、旧約時代の英知溢れる王で、キリストをよかたする人物の一人とされる。そうした対比から彼の王座についての記述が、 ミコイエスを抱くマリアの王座の造形表現に利用されるようになる。その王座の特徴は、獅子が描かれていることである。獅子は、また両ヨハ羽を象徴することもあり、成人と動物の混合として口述する。王座は、雲中、空中で、浮遊感あり地上の王座に雑していた聖母子が、今や高く空中に浮かび足元に雲が描かれている。地上からは、 聖人が数形を込めて見上げることもある。雲の上の聖母子と呼ばれる図像タイプである。ラファエロのシスティナの聖母やフォリーニョの聖母、ティツヤーノのアンコナの聖母子等が代表作である。天井の王座、浮遊感な七条を遥か離れ、天井に達した王座は別の図像と言える。すなわち王子、イエスの姿はなく代わりに、 こなる神としての聖人のキリストが描かれる。王座は女王としてのマリアの体感のために用意されている。天の女王、天使の女王と呼ばれるマリア像は必ずしもこの分類ではないが合わせて紹介する。また体感ということでは地上のマリア像がその権威づけのため体感するという教会行事があり別行で紹介する。下への変化。 授乳マリアが授乳する相手は、幼児イエスに限らない。正確には、マリアの胸から父が出て、それを、聖人や、煉獄の魂が受け止めるという図像がある。キリストが受難の際に流した地と対比され、マリアの父も、救済のための効力があるとされた。聖遺物としても各地に伝承している。父を受ける聖人は、聖ベルナールが多い。 アイコンクラス分類は11回33マリア、他の人物伴う、入房から父を与える下への変化、健常地面に座すマリアは、閉じたそのつまりには、田園、楽園、天国などの中のマリア、ジョニワシといった、図像名で呼ばれる。また、田園風景の中に、聖母子や養父ヨセフを描いた、エジプト避難途上の休息という図像も、この分類に含まれる。 垣根などで囲われた庭を描く、バラガキのマリアが有名である。楽園と天国の違い、あるいは混合などは、細工文で口述する。アイコンクラス分類は 11F43 マドンナ、マリアは地面に座す、幼児イエスは、彼女の膝の上に。11F431 マドンナ、マリアは地面に座す、幼児イエスは、彼女の前、膝の上に。11F432 マドンナ、 マリアは地面に座す。幼児イエスは、彼女の膝、肘の上に。授乳と肩上の混合前二つの分類の混合を、地面に雑誌授乳するマリアの図像。前項とほぼ同じ回区分、例えば、エジプト避難途上で授乳するマリア、など、動物両ヨハネは、現実の人物として描かれるほか、人物のある獅子としても描かれた。動物は鳥、哺乳動物。 昆虫、伝説の動物その他に分類。アイコンクラス分類は、分類動物、一角獣は、独立して分類11回243、植物植物と隣接する分類との紛れ。サンゴ枝は、マリアの処女交代の象徴として、マリア像に含まれる。これは、中世の人々の理解では、動物というより、植物に近かった。産後自体は、 動物で内部に、藻が含まれているというのが、現代の理解。また植物と非生物の類似として、帝国防守がある。非生物人間、動植物以外の事物を非生物として、さらに三区分。人工物、非人工物で、非生物の中の非人工物、地球と、その他の天体など。その他、天体、気象、自然現象。 イエス服飾服飾は、送信具や持ち物も含めた、広い意味。神の子、巫女としての尊厳を強調する図像では上下とも、着衣で描かれるが、より人間的に描かれ始めると反裸体、裸体も多くなる。また、後から被かせた、服、教会の祝日などに被せられる服もある。イエス本人服飾やマリアとの関係を含まない、イエス本人の様子を分類。 年齢は、血のみ女か幼児として描かれる。英治として、マリアの体内に描かれる場合もある。イエス、マリアとの関係性母子の間の情愛を、最もよく示す分類。マリアに抱かれる場合、通常心臓のある左に描かれることが多いのは、古くからの伝承による。つまり、ルカが描いたとされる、マリア像は、ホディギトリアと呼ばれ右側に、イエスを抱くマリア像。 アイコンクラス分類は 11F41 マドンナ、マリアは、立つか半身、幼児イエスは、彼女の胸の近くに。11F42 マドンナ、マリアは座るか王座に座す、幼児イエスは、彼女の膝の上。11F44 マドンナ、マリア、幼児イエスは一人立つ。11F45 マドンナ、マリアは膝まずく、幼児イエスは、彼女の前に。 11F7 に特定の部分、マドンナの表現、幼児イエスとマリアの部分。マリア服飾本人に一番近い周囲として、ソーシン具を含む服飾。マリア像の色は、服飾が大きな比重を占める。悲しみのマリアは通常とは違う色の服であるなど。通常の女性服としての側面の他に、頭像に後から被かせられる衣装や冠。 服飾の機能として、他者のための服飾としての守護のマント。服飾が図像名となっている麦母のマリア。珍しい服飾として、巡礼服や羊い服戦闘服などがある。逆に服飾品に描かれたマリア像として、スカプラリオという財服は様々なタイプがあり、色、マリア像が対応する。また生物として、マリアの身につけていた服など、 腰布はマリアが飛翔天の際、疑り深い死とトマスに投げ与えたという伝説、図像がある。マリア本人周囲との関連を除くマリア本人について、また、マリア像に付けられた名称と図像タイプとの対応も考察対象。様々な色がマリア像の名称となり、黒、白、赤、緑、黄金などがある。 アイコンクラス分類は 11F73 特定の部分、マドンナの表現、マリアの部分。マリア像の位置、場所、コンテクストマリア像自体が、どういう関係の中に置かれているか、室内、屋内だが、室外、建築表面など、と、屋外、像の移動、複製、流通に分類するときの始め、創世期の女、蛇を踏む。 創世記三章15節に登場する女である。神は、アダムとエヴァを誘惑した蛇に対して、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼は、お前の頭を砕き、マイナスという。旧約聖書は、新約聖書の予言と見る、ヨガタ論的立場から、この彼は、旧聖書イエス、ジョはその母マリアと解釈される。 こうして、蛇は、マリアの足元の地球に巻きついて描かれる。黙示録の女黙示録十二章6から8節に、記述されている、女は、天に出現思考を抱いて竜から逃れる。その、頭に十二の星からなる冠を被り、太陽を着て、足の下に月を踏みとある。後の箇所で、空で竜から逃げ出したに基づき羽が生えて描かれる、こともある。 その他のマリアを予告する女性像旧約聖書に登場する女性でその時からマリアを予告すると考えられた女性像。マリア像と関係づけて描かれることもある。エヴァなど否定的に解釈される女性像、ユビトなど肯定的女性像は敵に対する勝利など攻撃的な側面もある。また固有名がない女性像、ミヤビーカの花嫁。 シオンの娘などがある。リストすると、下記のようになる。シバの女王、アビガル、ラヘル、リベカ、サラ、サラ、ヤエル、エレミヤイザヤ、ユディト、ルツ、エステル、アウグストスト、ミコ、バテシバ。系図、マリアの系図を示す図像で、マリアの親族を含んだ図像はここに含まれる。二つの三位一体、無理旅作では、地上のイエス、マリア、ヨセフの三人の、 聖家族に対し、本来の三位一体を合わせ描く。幼児イエスは両方に属し一度しか描かれていない。マリアの両親、アンナとヨアヒム二人は、金門の前の出会いという、母アンナによるマリアの解任を示す図像で、ヨアヒムと触れ合っている。マリアの重視、エリザベツをマリアが訪問した場面と解任を示す、点は共通。無限在の親鳥のマリア像。 多数の象徴で囲まれている、トータプルクラとも呼ばれ、最大15のマリアの象徴で囲まれる。無限在の親鳥のマリア像、少数の象徴で囲まれているピュリッシマとも呼ばれ、無理漁の作などが有名。受胎告知とそれ以前解人期妊娠に相当する、欧米語は、期待、希望という意味も持っている。イエスを妊娠している期間のマリアについて聖書は、 マリアのエリザベツ訪問の出来事を記す。この場面には二人の妊婦、エリザベツとマリアが登場しており、妊娠しているマリアの単独像はここから派生した。図像学的には、目視録の女との関連もある。アイコンクラス分類は 11F234 マリア、立像、妊娠しているマリア。イエス誕生とそれ以後交端交担、交担が代表的。像名では、 マギーは、博士や、先生術師、三王などとも呼ばれる。受難の予感、イエスが十字架などを持つ情愛の、聖母子に見える図像でもイエスが十字架などを持っていると、受難の予感を示す、悲しみの図像と解釈できる。剣で心を貫かれるという予言、マリアの生涯で、具体的に受難を予感させる出来事は、新生児イエスを神殿に奉建する際、 シメオンから受けた言葉、あなたの心は剣に貫かれるでしょうである。実際に、マリアが剣で心を貫かれる図像は別に分類。その他、受難以前に、悲しみと解釈される図像、エジプトへの避難等である。ヘロネの迫害を逃れるための長旅にある、聖家族を描く。受難マリアと、カズ剣、円関などを現実に、剣で胸を貫かれるマリアは、 悲しみの大きさを誇張して示している。アイコンクラス分類は 11F2411 11マリア、座像、マリアの悲しみ。11F2412 マリア、座像、7つの剣で貫かれるマリア。ジュナンピエタピエタの図像は、ミケランジェロ作のバチカンにある作が有名。樹南群像、連作、象徴マリアとイエス以外の人物を含む、群像、十字架系を中心とする。 連作、十字架の道行き、十字架形を象徴する図像や、十字架、形像のあるブドウの木などがある。受難以後の悲しみ受難以後の悲しみは、マリアと人たちとの別れの場面などがある。マリアの生涯の最後の時期は天に挙げられるということから、栄光の出来事と解釈される。受難全般も含む、悲しみ連作、栄光受難以後その他単独像として、 修道所としてのマリア孤独ソレダードの中のマリア像などがあり、老年に描かれることから、この時期にも分類できる。アイコンクラス分類は 11F264 マリア。修道場として、孤独の聖母実物大のロザリオを描くマリアが持つ、イエスが持つ、その他がある。ロザリオと色、宣教ロザリオは、各大陸を示す5色で構成される。青、オセアニア緑。 アフリカ赤、アメリカジロ、ヨーロッパ紀、アジア実物大以上のロザリオが、周囲に、ロザリオ個々の原理、物語、連作ロザリオの15原理の内訳は、喜びの原理、苦しみの原理、ハエの原理の5つである。ロザリオと守護のマントの混合タイプ守護のマント、個人、団体から全人類へ守護のマント取りなしとの混合、アイコンクラス分類は 11F34 マリア。 他の人物伴う、最悪に対し人類を守護する、例えばマントでかくまう、ペスト像。鳥なし、最後の審判で、鳥なし、煉獄、死後の審判、前期、往生術という図像がある。天使と悪魔が死に行く人の魂を奪い合い、マリアの助けで天国へ行くといった図像。鳥なし、その他。様々な最悪における鳥なしペストなど、 王座の左右、マギーがいるその人数、左から現れるか、右からか、などがある。王座の左右、天使がいる、その数、個別か、天使の女王としてのマリアなどがある。数に深い意味があるとは言えないが天使が、主要要素として描かれるときは、ガブリエルやミカエルなど名前も伴っていることが多い。天使には9階級あるとされる。オーストリア、ウィーンにある、 天使の旧階級教会のクロスターのイブルク、祭壇画は、天使の女王他様々な女王としてのマリアを描く。中世のマリア図像学の集大成といえる作品である。王座の左右、その他、単純な構図、聖人がいる、列をなし、まだ無個性王座のマリアの初期の図像では、マギーや天使を除くと構成要素も少なく、聖人が描かれる時も、 まだ無個性、名前が特定されない、列のこともある。王座の左右、中央との仕切り枠消える、聖人との交流王座のマリアの左右への変化として、左右の成人の個別化、中央の、聖母子との交流などが描かれ始める。続く分類に、諸女成人が、最後の分類に、成人以外の俗人が描かれる図像を分類したので、ここは、 成人と全般を含む分類である。アイコンクラス分類は 11F61 マドンナ、他の人物が伴うか周囲にいる、成人を伴う。11F611 11マドンナ、他の人物が伴うか周囲にいる、成人を伴う、正解は。11F612 マドンナ、他の人物が伴うか周囲にいる、成人を伴う、ユーバー・ディッヒ・フロイト随秘性教会の図像。 王座の左右諸女聖人の婚約聖母子像の左右に描かれる聖人の内諸女聖人には独特の図像がある。幼児イエスとの神秘的、霊的婚約を描くもので、イエスが聖女に指輪をはめる様子が描かれる。王座の左右、その他、寄進者など、聖人以外にも、俗人、作品の寄進者なども描かれるようになる。王座の内部、開くマリアの外面。 生物容器開くマリアの用途は内部に生物を入れることにもあり、その他の生物容器におけるマリア像も分類。王座の内部、開くマリアの内容物、生物障害の連作、卓形のイエス、三位一体などがマリアの内部に絵画や彫刻として含まれた。マリアが神を含んでしまうことはマリアの方が上位。 優位で女神と誤解される恐れがあるとして、中世の神学者に非難された。アイコンクラス分類は 11F9 にマリア数形、マリアの生意物。王座の内部、異教的、黒いマリア異教的要素の強い、開くマリアと似た性格の黒いマリアをここに分類した。黒いマリアは開くわけではない。王座が高くなる、階段などで王座の上への変化として、 地上で王座が高くなる。最初は階段などで高くされる状態。王座が高くなる。下に、ソロモンの王座王座が高くされる。特別の例としてもう一つの王座が下に描かれた、場合がある。ソロモンの王座である。王座が高くなる。その他、離陸直前すでに地上を離れた状態への過渡期として、天使が持ち上げ支えている図像である。 天使が王座ではなくマリアを支え持ち上げ天にあげるマリア飛翔点の図像があり、それとの類似が見られる。何かを運び空を飛ぶ天使としては、ロレトの聖家族の家を運ぶ天使が有名である。王座の聖母子の上の変化、空中、王座消えることも雲の中の聖母子のように空中に浮かんで描かれる図像がある。地上の聖母子と天上の 聖母子の中間の図像といえる。空中にあるマリア単独像はすでに紹介した、無限在のマリアや、非焦点のマリアがある。型や加工、型や上昇するマリアだが、上昇と加工自体は、厳密に描き分けられてはいない。王座の上への変化、空中の、無限在のマリア王座の上への変化、空中の、非焦点のマリア天井、幼児スなし。 浮遊感な七条を離れ天井に達したマリアは王座に座す際ももはや幼児 S を抱いていることはない。また空中にあった才のような浮遊感もない。こうしたマリアは天国の女王、天使の女王などとして三位一体の神から体感したり、教会の偽人像として聖人イエスと並び座したりする。天井、聖人エスと共に、天井、三位一体と共に、 幼児 S へ授乳するマリアはっきりとした授乳、授乳前、乳房を見せる、幼児スが授乳を拒む、マリアの乳房さより十字架を選ぶように見える図像、がある。アイコンクラス分類は 11F726 マドンナの、表現、幼児スとマリアの部分、幼児スがマリアから授乳する、または授乳しようとマリアが胸を開く。11F7261 マドンナの表現、 幼児イエスとマリアの部分、幼児イエスがマリアから授乳していないが、マリアは胸を開いている。11F7269 マドンナの表現、幼児イエスとマリアの部分、幼児イエスがマリアから授乳することを拒む。聖人へ、授乳性ベルナールへ授乳する、マリア像などがある。煉獄の魂へ授乳、他献上背景に、まだ王座があることも献上 大座なし、献上背景なしか、少ない田園、授乳と献上の混合、開けた、風景地面に座す聖母子の周囲に、具体的な屋外風景が描かれ始める。草原であったり、生涯の出来事の一つである、エジプト避難途上の休息の場面である。庭園、閉じた庭、楽園マリアは開けた風景よりむしろ、閉じたその、庭園と密接に関係している。閉じたその自体が、 マリアの諸女性の象徴とされる。囲われていることを示す柿根には、バラや、その他マリアを象徴する植物が描かれる。庭園の文化史との関連で、地域ごとの特色も、興味深い。バラきその他の柿を描くショーンガー、ロホナーによる作品が、特に有名。田園風景のある、聖母子ジョバンニベリー二作。草原の、聖母子ラファエロ作。 彼には類似の構図の策が経営3つあり、ルーブルの柵は楽園の女庭師とも呼ばれる。天国地上の楽園と天国の庭は厳密には区別できないが、作品の題名としてパラダイスの意味の語が含まれることがある。また、熱帯の風景の中の聖母子では、熱帯は天国ではないが、通常の景観と異なるものとして描かれている。 鳥羽とは救済の象徴として、また、精霊の花嫁としてのマリア像などに登場。ヒワは受難の象徴として、マリアやイエスが持つ。その他伝説の鳥など。ハト、救済の象徴、精霊の花嫁。ヒワのいる、聖母子、受難の象徴、デューラー作。その他、伝説の鳥、否定的意味その他。マリア像に描かれた鳥は、オウム。 カラドリウス、カラバス、カリスタ、カワセミ、クジャク、グリフィン、スワン、ダチョウ、卵、チャラドリウス、七羽のハト、フシチョウ、ペリカン、ボノファ、メンドリ、ワシなどがある。哺乳類子羊、ライオン、ヨハネと関連する。一角獣。その他牛、ロバなど霊、猿のいる、聖母子、デューラー作。その他マリアに関係する哺乳ュー動物は犬、ウサギ、クマ。 猿、象、猫などがある。動物、その他の動物昆虫は、天頭虫、蜜蜂、蝶など。爬虫類は、否定的意味を持つことが多い。蛇は、人類の現在をもたらしたものとして、マリアやイエスの足元に踏みつけられて描かれる。ハーピーは、伝説の怪物。アンドレアデルサルト咲く。その他、植物との紛らわしさでは、サンゴエダがある。 マリアに関係する、その他の動物に回、カタツムリ、カメ、魚、トカゲ、竜などがある。樹木善悪の木、生命の木アダムとエヴァのいた楽園にあったとされる、善悪の木はイエスの十字架刑の十字架の材料と対比された。十字架を生命の木として描いた作があり、両脇にマリアとヨハネが描かれている。ボナベントラは、 生命の木という考えを記した神学者。エッサイの木、燃えるウバラ。枝は、諸女との類似により、またその頂に、花であるイエスを実らせたものとして、マリアの象徴とされた。レバノン杉杉の象徴は杉シードラスエキゾルテだ杉のように大きくに基づく。聖書の舞台の植物としては、レバノン杉のことである。レバノン杉とイット杉の常緑樹は、 ソロモンの王座の材料として、イエスの座であるマリアの象徴とされた。その他マリアに関係する植物とその聖書の由来箇所に、バラプレイナータデローザ、バラの木、オリーブの木オリバスペキオサなどがある。その他、アーモンド、アーモンドの木、イチゴ、イチジク、オーク、アイヒ、オートウの木、オダマキ、オリーブ、カオルシキオリーブの木、オレンジ、カシ、クルミ、月桂樹。 穀物の束、ザクロの実、シュロ、スズラン、スミレ、ツタ。ナデシコ、ハス、ヒエンソウ、松ぼっくり、麦母、ウなしなどがある。果実植物の一部である果実も、マリアの象徴に多くを提供している。エヴァがアダムに渡した、禁断の果実はリンゴともイチジクとも言われる。またブドウは樹難の象徴として、多く描かれる。リンゴ、イチジク、ブドウ。 他の分類との類似、帝国帽子、地球儀の一種だがリンゴにも似ており、上に十字架などがつく花原はマリアその人の象徴としても、またロザリオの原型としてもマリアに関係深い。ユリは受胎告知の天使ガブリエルがマリアに届ける花として登場する。もともと天使は神の権威の象徴である釈状を持っていたからそれとの形態の類似は理解しやすい。 その他多数の花の集合として、花輪がある。フランドルでは、聖母子像の周囲に、別の画家が描いた花輪を合成する作品が多く、作られた。専門に分化していたわけである。例えば、ルーベンスとセーゲルスの組み合わせが有名である。バラ、花輪として、ロザリオ、王冠に似る。ユリ、様式化され、尺所に似ることがある。 ユリシセットリリウムインタースパイナズ、ウバラの中に咲き入れたユリの花非生物で人工物生物に続く。非生物はまず人工物から紹介する。聖母子像に多く登場するものとして十字架と本が、ありいずれも、キリスト教の教義、本質を象徴する。十字架は木に似ること、冠は花輪に似ることから、植物の隣に分類した。 アイコンクラス分類は 11F12 マリアのモノグラム。11F13 マリアの紋章、11F36 マリア、他の人物伴う、勝利のマリア、外旋車に乗る、十字架、木に似る、冠、花輪に似る、本、巻物など。汚れのない鏡スペクルサインマキュラ建造物、等井戸、都市などダビデの塔ツーリスデビッド命の水を汲むところ。 泉フティアスアクエルムビビンティウム線は、人工物か否か両方にまたがるところもある。地下からあふれる水が泉でそれを組み出す気候ガイドで、あるから、井戸は、泉の先端部、蓋と言えるからである。閉ざされたそのホートゥースコンクルーススワは、自然に囲い、人手を加えた、人工物とみなせる。閉じたという意味が諸女性に通じ、マリアの象徴である。 ソノの泉フォンズホートラム線は非人工物であるが、ソノの中にあることは、封じられた、閉じた、泉として、人手が加わっていることを意味する。閉じたから、マリアの諸女性の象徴である。その他の人工物、アーロンの花作杖、石の門、糸巻棒、インクツボ、容器、王冠、王鈴、鏡、楽器、花瓶、ガラス、ギデオンの用語、玉、鎖、 契約の筆、剣、航路、杯、十二の星の冠、勝利の旗、食台、七脚の、城、象下の塔、土、ハンマー、都市、閉じた門、ニンブ物。柱、武器、船、ペン、筆、指輪、ろうそく非人工物、地球と、その構成物、産物地球、大陸、洞窟。 泉の地の水を汲むところ、泉フティアスアクエルムビビンティウム線は、人工物か田舎両方にまたがるところもある。地下から溢れる水が泉でそれを汲み出す気候ガイドで、あるから、井戸は、泉の先端部、蓋と言えるからである。また地上と地下の境界でもある。ルルドはマリアが1858年に出現したと、される地である。出現以前は、 洞窟と泉だけであった。マリア出現の後はそこにマリア像や祭殿が設けられ、泉から奇跡の水を汲み出すための井戸がある。このルルドの景観を模した構築物は世界中にある。東京関口のマリアカテドラルや各地の教会、学校などである。また泉の上に聖母子像を描いた命の泉という図像がビザンティン文化圏にある。 ソノの泉フォンズホートラム線は非人鉱物であるが、ソノの中にあることは、封じられた、閉じた、泉として、人手が加わっていることを意味する。閉じたから、マリアの諸女性の象徴である。地下、鉱物、宝石、奇跡、石、岩特に宝石が、マリアの高貴さの象徴となった。海中、真珠、怒りなど。海の星は、天体の項で紹介する。 その他地球の構成物として石、岩、海、海の持つ奇跡、鉱物、サファイア、真珠、ズードコスペゲーセレニト、ダイヤモンド、大理石、宝石、奇跡など、天体、気象、自然現象地球以外の天体を分類する。十二の星の冠は、木白くの女に由来し、マリア像に含まれた。六つの頂点を持つ星自体も、 マリアの象徴とされる。マリアの服飾には、星が描かれることも多い。海の星ステラ・マリスがマリアにつけた損傷。航海者を安全に導く星としてマリアは、その守護聖人とされた。また、行星、明星は、太陽である、キリスト、日の出を予告するように明け方に現れる星であるから、マリアの象徴とされる。太陽、月も、マリアの象徴とされる。 水星、隕石も、マリアの象徴だが、隕石は、天からの落下物として気象にも分類した。三日月エレクトウッドソル、太陽のように、輝き、半月太陽プルクラウトルナ、満月のように美しく天のモンポルタチエリカミの、トキビタスデイトシであれば、人工物であるが、神により作られた都であれば、天国、天上のエルサレムという意味で、非人工物と言えよう。 天と地をつなぐもの、虹、ヤコブのはしごがある。気象、自然現象、火、光、落下物その他の天体、気象、自然現象、雲、雪、光、雪のマリアは、ローマのサンタマリアマジョーレ教会の創設に関する、伝承で真夏に降った雪にちなむマリア像の名称でも、ある。イエス復食、首から上イエス復食、体幹、イエス復食、 下半身、全身イエス本人、首から上アイコンクラス分類は1 1 f 7 1に、マドンナの表現、幼児、イエスの部分、幼児イエスが、画面の外を見る。11F713 マドンナの表現、幼児、イエスの部分、幼児イエスが、成人や飽き者の方を見る。イエス本人、体感アイコンクラス分類は 11F711 11、マドンナの表現、幼児、 イエスの部分、幼児イエスが話したり祝福する仕草。11F715 マドンナの表現、幼児イエスの部分、幼児イエスが手に何か持つ。11F7151 マドンナの表現、幼児イエスの部分、幼児イエスが何かを誰かに手渡す。11F7152 マドンナの表現、幼児イエスの部分、幼児イエスが何かを受け取る、または何かに手を伸ばす。 イエス本人、下半身、全身アイコンクラス分類は 11F46 マドンナ、幼児イエスは、彼女の肩に座る。11F461 マドンナ、幼児イエスは、彼女の肩に座る。マリアは立つ。11F462 マドンナ、幼児イエスは、彼女の肩に座る。マリアは座るか、王座に座す。11F463 マドンナ、幼児イエスは、 彼女の肩に座る、マリアは地面に座す。11F464 マドンナ、幼児イエスは、彼女の肩に座る、マリアはひざまずく。11F714 マドンナの表現、幼児イエスの部分、幼児イエスが眠る。11F716 マドンナの表現、幼児イエスの部分、幼児イエスが食べている。11F717 マドンナの表現、幼児 イエスの部分、幼児イエスが遊んでいる。イエスとマリアの関係、首から上アイコンクラス分類は 11F721、特定の部分、マドンナの表現、幼児イエスとマリアの部分、幼児イエスがマリアを見る。または、マリアの方を振り返る。イエスとマリアの関係、体感アイコンクラス分類は 11F722、マドンナの表現、幼児イエスとマリアの部分、幼児イエスが、 マリアの方に手を伸ばす。マリアに何かを示す。11F723 マドンナの表現。幼児イエスとマリアの部分。幼児イエスが、マリアのベールを引き上げる。マリアの服に触れる。マリアの胸に手を置く。11F724 マドンナの表現。幼児イエスとマリアの部分。幼児イエスが、マリアの首に腕を巻きつける。11F725 マドンナの表現。 幼児イエスとマリアの部分、幼児イエスが、マリアの方に方寄せる、マリアに接吻する。11F727 マドンナの表現、幼児イエスとマリアの部分、マリアが、インクツを持ち、幼児イエスは書く。11F728 マドンナの表現、幼児イエスとマリアの部分、幼児イエスはマリアに冠を被せる。イエスとマリアの関係、下半身。 全身アイコンクラス分類は 11F411 11マドンナマリアは立つか半身幼児イエスはマリアの前に胸の近くに 11F412 マドンナマリアは立つか半身幼児イエスはマリアの腕に 11F413 マドンナマリアは立つか半身特別の方 11F421 マドンナマリアは座るか王座に座す幼児イエスは 彼女の前、膝の上。11F422 マドンナ、マリアは座るか王座に座す。幼児イエスは、彼女の膝の上。11F423 マドンナ、マリアは座るか王座に座す。特別の型。11F441 マドンナ、マリア、幼児イエスは、マリアの前。11F442 マドンナ、マリア、幼児イエスは、マリアの横。11F451 マドンナ、 マリアはひざまずく、幼児イエスは、彼女の前に立つ。11F452 マドンナ、マリアはひざまずく、幼児イエスは、彼女の前に座る。11F453 マドンナ、マリアはひざまずく、幼児イエスは、彼女の前で横になる。11F454 マドンナ、マリアはひざまずく、幼児イエスは、彼女の前でひざまずく。マリア復職。 首から上マリア復職、体幹、マリア復職、下半身、全身、その他、マリア本人、首より上マリア本人、体幹マリア本人、下半身、全身マリア像の位置、室内マリア像がどこにあるか、位置、場所、文脈によって、マリア像の意味は変化する。文脈とは、単独作品ではなく、連作の中のマリア像などの場合で、どの部分に描かれているかによって、 図像の解釈が違う。ロザリオの連作は、分類60で紹介。ビザンティン、東方正教会には、アカシスト参加という連作があり、受胎告知の祝日に向けてのもので、西洋のマリア参加の成立にも大きな影響を与えた。また、イタリアのマリア巡礼地にちなんだ名称、ロレトの連闘は、マリアの名称、象徴を50以上上げ、 単独像としても、連作としても、大変豊富な内容。同じ、受体告知の図像でもロザリオの連作の一部であるか、アカシスト参加の一部であるかにより、細部の解釈に違いが生じる。マリア像の位置、屋内だが、室外、建築表面、この中間の分類は建築で外部に向いた部分の図像などで、 室内の図像とも完全に屋外の図像とも違う性格がある。室外の第一段階として、部屋の扉など室外だが屋内にある図像、ついで建築表面を小規模あるいは部分、と大規模あるいは全体に分類、小規模は、教会の鐘などのマリア像。大規模は大聖堂正面など、いわば建築の顔に当たる部分や、 建築も複数含み敷地全体を個体として総称するマリア教会などである。マリア像の位置、屋外、その他マリア像は様々に変形、複製される。分類は、墓地の墓悲鳴、道標、十字架の道行きなど屋外連作がある。ついで、教会、巡礼地などから移動し、例えば祝日の行列で運ばれるマリア像や、現代では、 展覧会などでオリジナルや複製が展示、流通するマリア像がある。複製芸術の代表は、郵便切手や通貨など小規模芸術が多い。マリア像も多数の作品が来日しており、これらは作者の誕生、死去難100周年などを記念する機会に多い。日本の展覧会で展示されたマリア像東海大学文学部企業とロンズ、マニュエル、マリア、 イコノグラフィアデラビルヘンー・エヌ・エル・アルテ・スパニオール・マドリード・エディトリアルプラス・ウルトラ・1947・ハサミコミ・リーフ・マリアズ像学の系統樹アイコンクラスにおけるマリア像の分類。辞典項目では、ザックス・西洋シンボル辞典のマリア・マリアのシンボルの項、単行本に初川春樹・リ・クラ・タ聖母・マリアの美術 巨匠たちのマリア12世紀から18世紀における聖母が先週。若月新一、ヨーロッパ聖母、マリアの旅などがある。マリアの図像学の基本的文献として書きがある。レクシコンでアクリストリションエコノグラフィー、8ボンド、フライブルクインブライスガン、ヘルダー、1968から1976、特にマリエンビールドの項目ビロバーグ、モーリス、 ラビエル・ジュイ・エル、アン・ファン・ダネ・エル、アート・フランセ、グルノーブル、B.A. ・ルト。シュテバ、A. ラ・マドンネ・ダンラル、ブリュッセル、エルスビル、1958、マリア全般については、マリエン・リーグ・ジコン、アイ・ミスター、1994、レーゲンスブルク、6BDS、エンサイクロペディア・オブ・メアリー、モニカ・ド・ビルドズ、334P ・ハンティントン。インディアナ、2007、ホームページは、 アメリカのデートン大学にあるメアリー・ページ、マリア像の考察対象として欠かせないのが、いわゆる美術、造形芸術、大規模芸術からは連想され、憎い小芸術の分野。例えば、マリアを描く郵便切手、貨幣、紙幣、などである。郵便切手におけるマリアについては、マドンナ・スタンプス、A チェックリスト、ウィルフリッド・ホフマン。 m a ミシガン1961 NP ありがとうございます。